はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、久しぶりに自作 PC の方を組んでいきたいと思います。今回はですね、今買える史上最強の PC ということで、最近出た10世代の Core i9 1900K を買おうかちょっと迷ったんですけれども、ベンチマークとかね、いろんな結果とかを見てると、やっぱりねこちらの Ryzen 9の方がベンチマークとか動画編集とかも結構ね安定してるらしいので、今回はこちらで動画編集そしてゲーム実況ストレスフリーにできる最強の PC を組んでいきたいと思います。ということでパーツの方を見ていきましょう。まずはこちら、今回は AMD の Ryzen にしました。 Ryzen 9で、この Ryzen 9 3900と3950があるんですけれども、今回購入したのはこちら Ryzen 9 3950X ということで、16コア32スレッドの化け物 CPU になります。こちらをね長く使っていきたいなと思います。で、まず CPU が Ryzen 9の 3950X 16コア32スレッドの、まあ一般向けの最強 CPU になっています。で、まあじゃあ CPU が最強だったらグラボも最強にしたいよねということで、グラボはこちら GeForce RTX 2080Ti こちら購入しました。で、このグラボはね黒土志向のものになってます。安かったのでこれにしました。で、あとねファンが3つあるので静かかなと思ってこれにしました。で、それを取り付けるマザーボードがこちら ASRock のプロシリーズ X570M Pro 4になります。でね、こっちの ASRock のこの Pro 4シリーズっていうの結構今まで使ったことがあって、まあこれでいいだろうということでこちらにしました。で、そう、そしてね PCI Express の 4.0 に対応してるので、ちょっとねこの PCI Express 4.0 も、どのくらい SSD が速度出るのかっていうのはちょっと気になってます。で、これを選んだ理由なんですけども、このねマイクロ ATX の X570 シリーズっていうのこれしかなかったのでこれにしました。で、 Ryzen は PCI Express 4.0 に対、こちら SSD も PCI Express Gen 4対応してるのを購入しました。 CFD のやつになります。で、速度こちら見るとシーケンシャルリードは 5000MB、 書き込みが 4400MB ということでかなり高速になってます。容量は 1TB です。これね 500GB でも良かったんですけど、 500GB だとねあの速度がね、書き込みだったかなの速度がちょっと下がってたので 1TB にしました。まあ、多分ね使い切ることはないと思います。で、次メモリ 3200MHz の 16GB を2枚で 32GB になってます。ちなみにこれは光ります。で、今回はね白基調のパソコンにしたかったので、メモリも白にしました。はい、で次がこちらコルセアの簡易水冷ですね。で、簡易水冷白いものがねこれしかなかったので、このコルセアの H100i RGB プラチナム SE こちらを購入しました。電源はこちらコルセアの RMX シリーズ RM850X こちらになります。で、こちらを選んだ理由としては、まず電源が白い、白い電源ってね結構ないです。で、フルモジュラー式の電源で、あとねこれ付属のケーブルがねこんな感じで白だったのでこれにしました。 850W ですね。で、認証はゴールドになります。なので今回はコルセア、コルセア、コルセア、今回はコルセアが多いですね。はい、で最後がこちらシルバーストーンの PS15 プレシージョンシリーズこちらになります。このケースの決め手はマイクロ ATX そして、白のケースっていうのを探してこれに行き着きました。本当はねインウィンの 301C かなの白いケースがあったんですけども、そっちにしようかと思ったんですけど在庫が全然なくて、いろいろ探してたらこっちにしました。で、こっちの方がねケース自体が軽かったのでまあいいかなという感じで、まあ、パーツの方を選んでいきましたと。で、細かいもので言うと、これがインテルの無線 LAN とかあと Bluetooth のチップ、これマザーモードにね M.2 のスロットがあるのでそちらに挿して使います。ということで、この最強の組み合わせいくらだったか、まあ、35万前後で購入しました。ということで早速こちら組み立てていきたいと思います。はい、そしたら組み立ての方をしていきましょう。まずはマザーボードを開けます。で、まあ中身の説明とかはいいかな。マニュアルに SSD 取り付けのネジが付いてます。で、あと DVD これは使わないですね。あとは SATA ケーブルにカバーで、こちらがマザーボード。まあ、今回ねあの M.2 だけなのでこの SATA ケーブルも使わないです。こちらがマザーボードになってます。 CPU ソケットにメモリスロットで、ここにグラボ挿して M.2 が2スロットで、ここは M.2 の Wi-Fi をつけるところですね。まあだいたいそんな感じかな。ここにはファンがついてます。で、端子はオーディオジャックに LAN 端子 USB3.1 が
4発 3.2 かなこれで USB-C に USB が合計で 1,2,3,4,5,6,7,8 8個ありますね。すごい。でディスプレイポートに HDMI ポートっていう感じですね。まあ組み立てていきましょう。じゃ CPU 開けるの忘れた。 CPU 開けていきます。ここ全部スポンジなん。あれもしかして CPU くらい入ってんのかなと思ったら何も入ってないスポンジでかさ増しっていう感じですね。で本体がこちら Ryzen 9 3950X、 これつけていきます。このね CPU の左下の小さい三角マークとマザーボードの三角マークを合わせます。ピンを折らないように乗せて、でしっかりはまってるのを確認したらこのピンを閉じる。これで OK です。固定完了。はい、そしたら次メモリを取り付けていきましょう。 A1A2B1B2 ってなってて、1スロットの方に挿します。左から1個目と左から3個目に挿していきます。でしっかり押し付けます。カチッっていうまで。でもう一つを、はい、両方挿せました。両方挿すとこんな感じ。これ4本挿したいな。 64GB にするかもしれないです。で次 M.2 つけていきましょう。 M.2 つける場所なんですけども、今回はこちらですね。ここの M.2 アーマー、これを外して、でもう片側のこっちのネジも外して、このカバーを外します。よし。でそしたらね、ここに M.2 スロットが出てくるので、ここにはめていきます。で今回はね、このカバーがヒートシンク代わりになるので、ヒートシンクなしのこちらの CFD のやつを購入しました。本当はねコルセアの SSD 買ってこちらにつけようかなと思ったんですけど、あの在庫切れで買えませんでした。はい、こんな感じのやつですね。これをここに挿して、この裏のヒートシンクのカバーを剥がして止めていきます。これで CPU とメモリ SSD が付けられました。そしたらケース開けていきましょう。はい、ケースはこちら。かっこいいねこれ。表面は取れるやつじゃないのか、こっちはマグネットで取れるやつになってます。これ上も白にしてほしかったな。で USB が2つあって、ヘッドホン、マイクで、これが電源ランプかな。でこれが電源スイッチ。前はメッシュになってて、ここがね光るらしいです、シルバーストーン。で横から見るとこんな感じ、透けてる。スモークは結構薄いかな、ちょっと黒っぽいスモークになってて、裏はこんなメイドインチャイナで、電源は下のタイプですね。まあ結構一般的なケースかな。そしたらここにマザーボード入れていきます。こうカポッと取れる。あ、しかもめっちゃガラス。さあこのケースは裏配線いい感じにできるかな。マザーボード入れていきましょう。ただマザーボード入れる前にちょっと簡易水冷とか見るか。これ上につけられるか、つかない気がする。っていうかあれ、あ、ギリギリいけるか。一回このファン取ろう。あ、まあ、ギリギリつくな、これ上にも。現実的なのはこっちかな。まあ、一回ちょっとマザーボード合わせてみよう。で、あと、こっちにつけるとグラボが刺さるのか、ちょっとグラボも見てみなきゃ、サイズ。あ、ギリギリ入る。ギリギリ入るけど、これあれだな。全面にファンつけらんないな。こうしたら、2連ファン買うべきだったか。こんな感じで、もうここにね水冷入れることできないんで、上に入れるしかないですね。水冷は上にくっつけます。そしたらこれにファンをつけていきます。でファンは排気方向に取り付けたいので、こうかな。ケース内から吸って外に吐き出す、これでいきましょう。はい、この向きで止めていきます。はい、ということでね、新しいケースを買ってこようとしたんですけれども、なんと簡易水冷、シングルファンの簡易水冷買ってきました。ちょっとねケースがなかった、インウィンの 301C ってやつ買おうと思ったんですけれども、在庫がなくて、ホワイトは。しかもそれでこのデュアルファン、この2連ファンの簡易水冷が入るかちょっと怪しかったので、じゃあシングルでいいかなと。推奨はね 240mm のラジエーターなんですけども、まあ、ちょっと 120mm でもねどんぐらい冷えんのかちょっと検証してみたいなと思って 120mm の買ってきました。さすがにこれでつかなかったらもう終わり。こうかな。うん、つくつく大丈夫そう。ネジで止めていきます。簡易水冷をつけます。やっとできた。ちょっとねもう大変すぎて、このケース裏配線めちゃめちゃ難しい。もう裏配線スペースがほとんどなくてめっちゃ苦労しました。で配線とかもねやって綺麗になったので、いきましょう。オープン。
うおー、はい、中はこんな感じになってます。簡易スイレ12ミリのシングルのやつですね。でこっちが普通のファンに簡易スイレあって、メモリがあって、グラボがあり、電源あって、いろいろつながってますと。裏配線はねちょっとやばすぎて見せられないです。早速電源入れていきましょう。これでつかなかったらもう終わりだ。電源入れてみます。スイッチオン。おー、いいじゃん。これね RGB のつないでないんで光ってないですね。ちょっと今後つなぎましょう。いいね。